オローソは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体で、コマルカデオルデスに属する。ガリシア統計局によると、2010年の人口は7050人で、ある。住民故障は、オーラゼン、S。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は95.03%。オローソは、アコルーニャ県の中央部に位置し、コマルカデオルデスに属している。北は、 オルデスとフラーです。東から南にかけては、オピノ、南はサンティアゴでコンポステイラ、西はトラソとトルドイアの各自治体と隣接、自治体の中心地区はオローソ教区のシグエーロ地区。オローソはオルデス司法管轄区に属する。近年、隣接自治体であるサンティアゴでコンポステイラとの関係が自治体における経済構造を変化させてきている。 多くの住民が州都サンティアゴにおいてサービス業などに従事しており、第2次及び第3次産業分野における就業人口が増加している。反面、第1次産業就業人口は減少してきている。とは言うものの、困るかないの他自治体同様、この地は農業に適した条件を備えている。最も盛んであるのは牛乳生産のための牧畜業で、 また、養豚業も行われている。自治体評議員は、ガリシア社会党7、ガリシア国民党4、PGD1、ガリシア民族主義ブロック1となっている。オローソは十二の教区に分けられている。ふとじは、自治体の中心のある教区。ABC イゲハット、デ D スヤナ・ジ G グラフコ・エレストロド・でガリツヤボリューム17、P207 から214。 ジゲルプブラケーションス、2009、ISBN 978から8461358274、オーディス、パルティードジュディシャルナンバー14でコリニア。コンセホゼネラルデロースプロクユドースデエスパーニャ、2011年5月30日、閲覧。パブロスヨネスデエチョデスデ1900アスタ1991シフレスオフィシアルズデロースセンソスリスペクティボース。 シフレスオフィシアルズでパブレーシアンリザルトンツゲラ、レビチオンデルパドロンミューニセプル A1 でエネロ、スペイン内務省2011年地方選挙結果。ありがとうございます。